2点目取った時の杉本太郎選手と坂野豊文選手、夕日に向かって走っているようだったよね。どうも、まっちゃんでございます。この動画は松本山雅サポーターが独断と偏見で語るチャンネルです。さあ、というわけで始まりました。今回はですね、松本山雅の分析動画となっております。さあ、今回はですね、 J2 第6節ザスパ草津群馬戦ですね。ザスパ草津群馬戦、この試合ですね、ホームアルウィンで行われた試合で、ホームアルウィンでね、ザスパ草津を迎えた一戦、この試合ですね、2対0で松本山が勝利でございました。素晴らしい。でね、456日ぶりの勝利ということでね、僕もね、ロケの模様はね、後日ご紹介いたしますけども、興奮しましたね。本当に嬉しかったですし、ね、久々のやっぱ勝利。やっぱホームアルウィンで勝つことっていうのは、やっぱ嬉しいですよね。さあ、そんなわけでですね、まず、この試合の、両チームのスタメンからまず紹介していきましょう。そんなわけで、442で今回ね、松本山雅と、ザスパ草津群馬ね、やってましたね。でですね、442で、まず、松本山雅から紹介していきましょうかね。箱井選手。まず箱井選手ですね。今回も先発されました。で、箱井選手に関して言いますと、水戸戦の時に話し忘れましたけども、やっぱキック精度、やっぱいいですね。でですね、キック精度何がいいかって言いますと、僕もサッカーに関してはよく、ここら辺は詳しい部分はわかりませんけども、独特な、キックですね。独特なキックから、一気に、ここの、囲い選手から一気にここに、サイド、回転かけてですね、独特なフォームから回転をかけて、サイドバックの田中海馬選手や、あとは田口俊也選手、あとはですね、試合結構見られたのが、坂野選手に飛ばすとか、秋人選手に、飛ばすパスがね、結構見られましたね。これがですね、結構飛距離が飛ぶなと思って、まあ、これもね、狙いがあるのかなと思って見てましたけどもね、やっぱですね、そういうところのキック精度はですね、やっぱ今後も期待したいですし、松本山雅がね、成長するために一つね、キーになる選手ですね。で、あとですね、久保田和音選手ですね。久保田和音選手ボランチ。これにはですね、僕は、いいのか悪いのかって言いますと、僕ははっきり言います。いいと思います。久保田和音選手のボランチは、すごいいいと思います。久保田和音選手ね、本当に、神出鬼没でね、至るところでもね、至るところにこうちゃんと寄せたりして、ここの、ボランチの選手に寄せたりとか、あとは村上雄三選手か、もしくはサイドハーフの選手、もしくはセンターフォワードの選手にね、寄せたりしてましたね。で、久保田和音選手ね、やっぱボランチのキャラではないかなっていうところがですね、やっぱ単純な守備強度ですね、まあプレスですね、プレスバック、プレスのところですね、プレスのところで、やっぱ藤田由紀選手とか、あと塚川幸輝選手に比べたら、やっぱそこら辺はちょっとまだ成長が必要なんじゃないかなと思いました。そしてですね、群馬について言いますと、ここにですね、ここに宮坂選手とか、あとは岩上雄三選手ですね。まあ、松本山雅のね、サポーターの方からしたらね、すごいおなじみのね、ある選手が出てきましたね。でですね、やっぱ宮坂選手ね、とても良かったですね。これなんで良かったのかって言いますと、ザスパ草津群馬もね、ダウン3作ってですね、サイドの選手がワイドに幅を取るっていう、まあ、松本山雅がね、よくやりがちなやつなんですけども、本当に、くしくもね、似たようなスタイルでしたね。でですね、宮坂正樹選手ね、ここで、セルジーニョ選手の寄せが遅い時とか、あとは、高木明人選手の寄せが遅い時に、岩上雄三選手にパスを当たるとか、あとはですね、宮坂選手がここの、ボランチの選手に対してのくさびのパスが入るとか、あとはですね、そこのボランチの選手からの、センターフォワードに対してのくさびのパスがね、入ったりしてましたね。はい、というわけで、じゃあ、こっからはですね、ちょっとごめんなさい、気持ちで。こっからは、前半の守備と後半の修正っていう感じで話していきましょう。さあ、まずですね、前半の守備はですね、結構僕は松本山雅内でも、これは問題なんじゃないかなと思いますね。でですね、このシーンを僕はまずちょっと取り上げたいですね。じゃあ、17分15秒のシーン。これですね、はい。セルジーニョ選手ね、セルジーニョ選手が、今、左の岩上雄三選手についてくれって後ろの選手に言ったんですかね。これはおそらく久保田和音選手だと思いますけども、藤井の選手、もうちょっと高い位置で、プレスすることができると思うんですよ。で、あとは、もしくは岩上雄三選手のパスコースを消すっていう考えがあっていいかなと思っております。僕は、セルジーニョ選手の要求が正しいのか、それかチーム内での共有が必要なのかって言われると、
僕はですね、セルジーニョ選手も含めて、チーム内での共有がそれは必要なんじゃないかなと思っております。まあ、これはどういうことかって言いますと、セルジーニョ選手ね、基本的にフリーマンとして動いているので、守備をある程度免除させた上での、左サイドとか、真ん中っていうことをね、考えないとダメなんじゃないかなと思いましたね。でやっぱ、これに関して僕言いますと、セルジーニョ選手の左サイドはですね、僕は結構、諸刃の剣なんじゃないかなと思っております。やっぱですね、守備をしないっていう、守備強度、守備の単純なプレスバック、プレス強度とか、あとは守備のカバー範囲っていうところを考えたら、やっぱですね、セルジーニョ選手は真ん中で使ってあげた方が僕はいいかなと思いますし、ここのボランチの選手に藤田裕樹選手とか塚川幸輝選手を合わせてあげるっていう、まあその、そういうキャラクター性っていうことを考えてあげた方が僕は個人的に、まあいいのかなと思っております。じゃあここから、後半の修正に行きましょう。はい、後半ですね。後半、高木明人選手に変えて、鈴木優斗選手が入りましたね。で、鈴木優斗選手はですね、ここの左のサイドハーフに配置されましたね。と、セルジーニョ選手が真ん中に行きましたね。で、鈴木優斗選手がここに行きましたね。で、これで何が起こったかっていうと、こうやってツートップみたいな感じにして、前からはめる形を作りましたね。サイドハーフがサイドバックの選手、センターバックの選手に対して、センターフォワードの選手が、ボールバレた時についていく。いう形をね、取ってましたね。それを、早くプレスを与えていく。ボランチの選手はですね、ここの幅を気にしながら、高く奪いに行くところは高く奪いに行くっていうことをね、求めましたね。この交代が、なんで素晴らしいのかって言いますと、この修正が。鈴木斗選手がですね、こうやって、ここの位置を取ることも得意ですし、ザスバクサツのね、弱点として、ここの4バックの弱点、センターバックとサイドバックの間、ニアゾーンですね。ニアに走っていく選手がうまい。鈴木優斗選手を入れたことによって、で、真ん中で組み立てるセルジーニョ選手がいる。で、ポストプレイができる坂戸選手がいて、ポストプレイで落としたところのスペース、セルジーニョは抜け出すとか、もしくは、逆サイドの杉本太郎選手が抜け出すとか。あとは鈴木優斗選手がここのスペースを取ったところのクロスっていうのが、ね、一つ可能性とありますね。で、この時には4-4-2を組んで、こうやってブロックを組んでましたね。こういう感じでブロックを組んで、こう押し上げたところで、これといって群馬がですね、これといって、サイドハーフサイドにね、逆サイドでサイドチェンジするとかいうプレーがあんま見られなかったっていうのもあったので、後半ですね、もう一つ、僕を、後半ですね、一つ語っておきたいのがですね、後半確か52分くらいだったかな ?52 分くらいに、確か、大前元気選手が入りましたね、群馬には。はい。大前元気選手が入ってきましたね。で、その1分後にですね、1分後に、本当に1分後くらいに、藤田裕樹選手に入れましたね。で、これ何がすごいかって言いますと、塚川選手ね、ちょっと疲れ始めてきたっていうところもありますけども、藤田裕樹選手入れたことによって、大元気選手へのパスコースを切っていくっていうところもね、一つね、修正点として、ほんとすごいなと思いましたね。なのでね、本当に、ヌノさんね、本当にこの、これに関して、この試合に関して言いますと、ヌノさんの修正ですね、戦術的な修正。左サイドはですね、さっき前半言いました通り、セルジーニョ選手がなかなかついていこうとしなかったっていうところもあったので、なので、逆速ごとを守れる鈴木優斗選手を入れて、左、前からはめる形を作った上に、で、塚川選手が遅くなってき、ちょっとスライドが遅くなってきたとか疲れ始めたところに藤田裕樹選手、まあ似たようなタイプの選手を入れてきたので、これがですね、やっぱ、戦術的修正。本当にこれはですね、素晴らしいと思いました、ヌノ監督。これをですね、試合中に気づいちゃうってところが、本当にね、やっぱヌノ監督、頭の回転が早い方だなと思いましたね。今節の MVP を発表いたしましょう。さあ、今節の MVP はね、この人だけですね。この人しかいないですね。はい、杉本太郎選手ですね。もちろん、杉本太郎選手。やっぱね、真受けはちゃんとしますし、本当に、真受けはちゃんとする。で、あとはですね、最近気づいたんですけど、フィジカルが結構杉本太郎選手強いんですよね。でですね、この試合もですね、杉本太郎選手のね、ユニフォーム引っ張られて、それがですね、引っ張られてもですね、ただ倒れなかった。
ところがですね、結構素晴らしいですし、あとですね、ゴール前での落ち着きが本当に今回すげえなと思いましたね。このシーンいきますかね。はい、60分32秒。これですね、ゴール前でですね、まあ結構 J1、J2 とか J3 の選手とかはですね、やっぱ焦りがちなところも一つあるんですけども、あ、60分32秒ね、のね、このシーンでですね、ゴール前で、鮮やかにダブルタッチをしながら、で、ちゃんとシュートをするっていうところですね。落ち着いてシュートをする。ゴール前での落ち着きっていうかね、ゴール前でね、落ち着きがすごすぎるっていうところが、すごいと思いました。最後にですね、この動画がですね、面白ければ、高評価といいね、コメントお待ちしております。あとですね、SNS の方もやっておりますので、あのね、語りきれなかったことを解説してますので、ぜひそちらもよろしければ、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。